2021年10月24日に1年ぶりのオンラインコンサートがありました。そんな中、話題になっているのが次のライブについてですね。実は次のライブはすぐあることが決定しています。今回は新曲のオンラインライブでしたが、次回に関しては2021年12月にアメリカのロサンゼルスで開催されるオフラインコンサートがあります。しかし、こちらに関してもオンラインコンサートをするのではないかと言われています。実際に BTS のライブはオンラインで行われることが多いので、今回も十分に可能性は考えられますね。それでは、そんな BTS のオンラインライブのチケットは毎回複数あるので、どのような種類があるのか予想していきます。ちなみにオンラインライブが行われるのは4日間ロサンゼルスのライブがあるのですが、そのうちの1日は確定しています。その日程は2021年12月3日金曜日の12時30分からです。ロサンゼルス公演の最終日となっています。日本での時間に関しては真昼になっていますが、アメリカでは夜に行われるようです。実際に時差があるので、このようなことにはなっています。おそらくチケットの種類としては以下の2つに分かれることはほぼ間違いないのではないかと考えられます。メンバーシップ会員限定のマルチビューチケット、一般の方も購入できる通常チケット、この2つに関しては今までの BTS のオンラインライブでほとんど毎回このシステムが取り入れられているので、おそらくこのような展開になっていくのではないかと推測することができます。チケット販売の料金値段について見ていきましょう。BTS のオンラインライブの料金に関しては、大体予想することができます。今回の新曲のオンラインライブに関しても、料金については、一般販売が5100円税込みで、マルチビューのメンバーシップ限定チケットは約7600円税込みでした。このことを考えても、おそらく一般チケットは4000円から6000円の間で、マルチビューチケットは6000円から9000円の間なのではないかと推測できます。それでは続いて気になるチケットの購入方法について見ていきましょう。今回のチケットの購入方法については、ほぼ間違いなく一つのやり方しかないでしょう。というのも、今までの BTS のオンラインライブのチケットの購入方法なども、すべて同じ方法でした。その同じ方法というのが、リバースでのチケット購入です。こちらに関しては、BTS の専門サイトが特設されているので、そちらにログインすることができれば、すぐに支払い方法を選択し購入することができます。BTS を毎回ライブの配信に関しては、この販売方法でやっているので、まず間違いなく、この方法になってくることでしょう。また、新しい情報が分かり次第記事を更新します。今後も、どのようにビジネスが活躍していくのか、楽しみですね。また、今回の BTS のロサンゼルスの最終公演のオンラインライブは、現地では2021年12月2日に行われるのですが、オンラインライブは日本では2021年12月3日となっていることから遅れて配信するのか、という風に話題になっています。しかし、これは時差の影響で日程が変わっているだけで、実際にリアルタイムで見ることができます。最後までご覧いただき、ありがとうございます。